ちんだらちんだら走ってたら寒い。まあ6時1分聴衆車のケツを見ながら走ってます。夜間日が暮れてからの路線バスのその日が暮れてからの日が暮れてからの夜間の走行練習かわからんな。綺麗なトンネルです。ここは黒淵です。照明のこの灯光の光の様、ここまでこのような形になるとは誰も計算はしていなかった。違いますか、教科書は。なんだデザイン性もないんやけども綺麗です。直線でしたら遠目で十分明るいんですわ。これはもう上り坂のコーナーになったらさっぱり前が見えんから怖い。浄土、ここは浄土ですのはず。城の一個二個の子家です。塔というか何かこれでも前見えんわな。こう倒したらもう目の前しか見えんから、ヘッドライトにもジャグジーちゃうわ、ジャイロのような機構があって、常時一定の高さを照らすようなのがあったらいいんだけど、路面からさあ寒くなりますよ。今2度です。路面は大丈夫です。完全にドライです。やれやれです。これがウェットで湿っておったらちょっと怖いんですわ。明るい系のヘッドライト、なんか濡れとるところ怖いな。ヘラ濡れている横に塩化炉置いてました。これから橋の上、特に濡れている時のこの橋が怖いんですわ。ここで2人見たもんな、転倒してるバイク。
これだけウエットチャーは捉えば珍しい綺麗なもんです。ああいうあの舗装路面で黒く要は湿ってるようなところはアスファルトにクラックがあって下の水が出ているような感じ。今つけましたライト、まだまだ起こした方がいいですね。よう見えるわなこれでも。でしょう。もっと起こすべきやな。あ、だいぶ違うわ。効果あり。すべてネットでヘッドライト、まあまあ補助とヘッドライトとか。結局 72W を2つ買いました。で、まあ、スイッチとかリレーとかヒューズとかもろもろを買って、何本いったかな、5,000円、6,000円ぐらいか。その代わり機能を取り付けるのに6時間かかりました。手前の温度は何度かな。2度か1度か。何度やあれ。マイナスちゃうかあれ。マイナス1度です。マイナス1度です。頼むで。ここでマイナス1やったら、向こうやったら、さあマイナス3度ぐらいかな。明るいな。明るい明るい。昨日昼ご飯も食べずに頑張った甲斐があります。この前電話で、部品提供しますので取り付けとかはディーラーでやってるんですが、いやそれはやっておりませんと。まあ当たり前やわな。もうちょっと上にやった方がいいな。ライトこれ平面やったらいいんやけど、マシコーナーではやっぱりどうしてもほぼ明るいな。反射板が 上も広がってるから、ね、見えるでしょ。これ消したらこんなんやからな。ですよこれ。
度、温度表示1度です、バイクの。ここからグッと上がっていくから、マイナス2度はなっとるな。消しまして、こんなん消したら、これコーナーここしか見えません。こっつけたらこんだけ見えます。で、ライトの方向も変えられるように、全てボルトでセッティングしてますから、上下左右、頭触れるバス上も明るいな。1度のまま。乗用車なんかゆっくり走ってます。中で1度ですよ。あそこはマイナス2度、マイナス2度で手を打ちましょうか。全く見えんやろ。マイナス1度でした。変わらず。
どれが大きい音でええんやろな。6時18分道の駅おらんなぁよ。なんか雲が多いです。ここは星の国。星の国って今でもやってんのかな。
前蓋やっとるからな。黙って入っていったのか入っていったのかって言ってもあそこ繋がってないな。まだかな。そこここ、この白い川穴、はっきりわからんな下からでは。